経営的元気。はい、皆さんこんにちは。いやー、7月入って急に忙しい日々を送っておりますね。なんか今週もずっと雨とか言ってるんでね、もうなんかちょっとまあ降るならほどほどにとかまとまって降って、あのゲリラ豪雨はやめてほしいですね。というわけで今日はこれって言っても何もないんですけど何もないんだよ本当。今日はまさにまさに本当忙しかったので、もうまあまあせっかくだからで、明日の晩なんですけどね、7月3日ですか、木曜日晩10でも日付変わるぐらいかな、7月4日に変わるぐらい、11時から12時、この辺にですね、まあちょっとツイキャスをしようかなと、ツイキャスをしようと思ってますのでですね、まあこの下の欄にツイキャスの欄もありますので、明日、7月4日午後11時から12時、この辺のあたりでね時間あるからなと思う方がいれば、ツイキャスの方を見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。それではさよなら。